岩手市範学校は、第二次世界大戦中の1943年に、岩手県に設置された市範学校である。本校は、岩手県市範学校、岩手県女子市範学校などの前身諸校を含めて、記述する。岩手県小学校教員練習場、岩手県小学練習場を水沢県、小学教則練習所、岩井県小学教則練習所、 岩井市販学校森岡市販学校級、岩手市販学校岩手県人城市販学校岩手県市販学校岩手県女子市販、学校岩手市販学校級高松高知、岩手の教師ここに育つの非前身の岩手県市販学校から引き継いだ、森岡市上大のここや30の高知を使用した。高松高知は、更新の申請岩手大学学芸学部に引き継がれ、 1965年9月に、現在の上田キャンパスに移転するまで使用された。旧、高松高地には現在、岩手県立森岡第三高等学校及び、岩手大学北加寮、購買寮、国際学生宿舎が存在する。前身の岩手県女子師範学校から引き継いだ、森岡市内丸の高地を使用したが、1948年8月、火災で校舎を消失した。 付属幼稚園の後ろ身、岩手大学学芸学部付属幼稚園は1954年12月まで内丸に存在した。現在、内丸高地の跡地には森岡合同庁舎などが存在する。岩手大学教育学部100年史37ページによる。早期100年、岩手大学教育学部24ページでは、1874年7月設置とされている。 岩手大学教育学部100年史94ページによる、岩手大学教育学部100年史219ページから221ページ、漢方第4865号、昭和18年4月2日、AB、漢方第5664号、昭和20年11月28日、ありがとうございます。